福祉建作、観音立像11面観音立像、国宝如依林、観音像、国宝観室作りとは、執行の技法の一つであり、また東洋における、彫像製作の技法の一つである。麻布や和紙を漆で貼り重ねたり、漆と木粉を練り合わせたものを盛り上げて形作る、方法である。源流は中国にあり、中国では、協調あるいは、即と呼ばれた技法である。 器物や、棺、彫像などの製作にも用いられた。日本では7世紀末から8世紀にかけて、仏像の製作に多用されたが、平安時代以降は衰退した。鑑室作りには、麻布を1センチほどの厚みに貼り重ねて形成する、脱活鑑室作りと、これを簡略化した技法と思われる、木心鑑室作りがある。製作方法を簡単に説明すると、次の通りである。 まず、木製の新木で像の骨組みを作り、その上に粘土を盛り上げて、像の外形を作る。この上に、麻布を麦漆で貼り重ねて、像の形を作る。麦漆とは漆に麦粉を混ぜて、ペースト状にしたもので、接着力が強い。麻布の大きさ、貼り重ねる厚さなどは像によって異なるが、おおむね1センチほどの厚さにする。こうしてできた貼り子の像の上に、 マッコウウルシ、またはキクソウルシを盛り上げて、細部を形作る。マッコウウルシとは、麦ウルシに杉、松などの葉の粉末を混ぜたものであり、キクソウルシとは、麦ウルシに、おがくずや、ぼ石くずなどを混ぜたものである。奈良時代には、マッコウルシ、平安時代以降はキクソウルシが主に使われた。なお、像の形が完成した後は、背面などの目立たない部分を切開して、 中身の外を書き出し、補強と型崩れ防止のために内部に疑枠を組む。この技法による像は、東大寺北家道、幸福寺、東照大寺などに現存し、日本彫刻史上著名な作品が多く含まれる。しかし、高価な漆を大量に用いる上、制作にも手間がかかるため、平安時代以降はほとんど作られなくなった。なら、大間寺近道の四天皇立像は、 破損人代ながら、日本における、脱活間出像の最古例とみなされる。像の外形を木彫りで作り、この上に、麻布を貼り、末光漆、または菊草漆を盛り上げて完成させる像である。脱活間出像が、中空の像であるのに対し、木心間出像の像内には木心が残ったままで、あり、麻布もさほど厚くは貼らない。平安時代前期の仏像の中には、 木彫り像の一部に木心間質技法を併用して、表情、送信具などの細部を形作っている例も多く、木造か木心間質作りか、機械的に分けるのが困難な場合もある。脱活間質像には乾燥すると収縮し像が痩せる特徴があり、対して木心間質像像は痩せが少ないため、不可かな像に適していたと考えられる。木心間質像像は、 原型となる気心の組み方、構造によって以下のように分類される。ありがとうございます。